どうもみなさんこんにちは。霊夢と、マリサだぜ。なんかマップ変更アプデがあったらしいから変更したところを見ていこうと思うよ。今回のアプデではマップの変更、新しい強盗などが追加されたらしいぜ。地図を見てみると、なんかマップが広くなってるね。早速見ていこうか。あれ、車のサイズが元に戻ってるわね。ずっとあのままのわけではないからな。少し違和感を感じるわ。ここら辺は変わってない感じかな？気のせいかもしれないが、マップの色が少し濃くなっているような感じがするぜ。確かにちょっと濃くなってる感じがするわ。追加された武器などはあるか？見た感じないみたい。今後のアプデに期待だな。マリサ見てみて。ここのトンネル前までなかった？なかったな。中に入れるようになってるわね。ヘリじゃ通れないから山を登っていくぜ。グランドキャニオンみたいになってるわ。これが今回のアプデ、マップの拡大だぜ。あっちの方にも街があるわね。後で行ってみような。マリサ、どうした？ここに人が集まってるんだけどどうして？これが今回追加されたカジノの強盗だぜ。何か洋風の見た目をしてるわ。曲がかっこいいんだぜ。あれ？何の数字を入れればいいの？ここもまだ私にもわかってないからもっと下調べが必要だな。有志の方が開けてくれたわ。感謝だぜ。金庫らしきところに出たわ。左にあるガラスを割って、中に入るんだぜ。これね。結構レーザーが痛いわ。一旦回復しよう。了解。ここをまっすぐ行けばいいのかしら。おっきな部屋に出たよ、どうすればいい？金庫の前に行き、赤いランプが緑色になったらレバーを回せばいいぜ。開いたわ。あとはお金をいただくぜ。8000円ももらえるのね。今まで一番高い額じゃないか？何にせよ、お金たくさんもらえるから嬉しいわ。よし、ずらかるぜ。死んじゃった。まあ初めてだし仕方ないぜ。また今度強盗の仕方の動画を出そうと思うよ。っていうか、めっちゃ火山変わってるな。なんか、近未来的なデザインになってるわ。私はこっちのデザインの方が好きかもしれないぜ。さっき見れてなかった、都市の方を見ていこうと思うよ。あんなとこにレース場があるじゃねえか。前シーズンで確かあったよね。レース場は何かと楽しいから嬉しいぜ。都市の方はまだ何もない感じかな？今後のアプデに期待ね。ではご視聴ありがとうございました。まだ見切れてないところもあると思いますが、また今度詳しく見たいと思います。